はい、皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、大手旅行会社の HIS の子会社2社が GoTo で不正ということで、何があったかというとね、宿泊実態取引判明ということで、この件に関して今回言及させていただきたいと思います。大手旅行会社の HIS は9日、政府の旅行需要喚起策 GoTo トラベルに関して子会社2社で不正があったと発表したという。これはどういったものかというとね、宿泊と実態がないのに同事業の対象にならない取引があったということで、これは不正ですね。子会社はジャパンホリデートラベル、大阪市とミキツーリストの2社で、8日に弁護士や HIS 役員ら3人で作る調査委員会を設置したということで、調査委員で、不正の内容や件数などを調査を進めるということで、この影響で13日に予定していた、2020年10月期の決算発表を延期する可能性があるとしているということなんだけど、今回言及させていただきたいと思います。今非常に厳しい状況にある旅行業界、航空業界、宿泊業ですね。その中で前々から、非常に厳しいということを伝えさせていただきました。これは、去年の初めからね、いわゆる新型コロナが、蔓延してきてですね、HIS なんか特にですね、海外旅行に主を置いているところであって、主を置いている会社であって、海外には行ける状況じゃない。国内をやってるところだったらまだしもね、海外、ということで非常に厳しいんです。もちろん HIS に関しても、国内にもね、結構力を入れ始めてはいるんだけど、もともとそうではなかったので、ちょっと厳しい状況じゃないのかなっていうのは思うところです。そしてこの後ね、どのくらいで普通に一般の人々が海外に行けるようになるかっていうところが鍵を握ってるのかなって感じはするんだけど、やはりね、非常に厳しい。まだHIS の大手だからね、まだ、持っているようなところも、やはり名もない旅行会社なんかだと結構潰れてるところも多くてですね、私自身も元々旅行会社 HIS 働いてた身ですし、あとは、旅行業に携わることもね、結構依頼もあったりして、そういったところとかメディア各種媒体にね、意見協力や出演して、いろいろと意見を述べたりもしている中ね、雑誌とか新聞に執筆している中で、やっぱりこういったところがね、なくなってくると、自分自身のウェブ系のね、メディア、ウェブメディアの方の旅系の方もやつもね、今、会社が厳しいので、なかなかちょっと出向できない感じね、厳しいんです。で、非常に厳しいっていうのはね、自分自身も実際に感じているところで、自分のね、友人、知人なんかでもそれらの業界に働いている人も多いのでね、厳しいなって感じはします。ただ、やっぱりここはね、やっぱり不正ってのはいけないと思うんですね、不正ということ。で、これはもちろん旅行業界に限らず、他の業界なんかでも不正が行われていたりもする。データを改ざんしたりとかね、あとは、証拠を隠滅したりとか、実際、例えば、しっかり してないのに、なんかそれをね、結局隠蔽して事実をね、隠したりとかね、している企業なんかもあるんですね。で、そういった悪い企業に関してはやっぱりしっかりと追及していくべきだなって感じはするんだけど、今回のような GoTo トラブル、資格の実態がなく同事業の対象にならない取引があるというのは、多分俺他社でもやってるんじゃないかなって感じはします。これに関してはしっかりと調査をしてやっていく。例えば一般の人がね、 GoTo トラベルでクーポンを不正に利用してるっていう事例もありますから、今後ね、また GoTo トラベルを再開する、2月ぐらい再開すると言われてるんだけど、それに関してはしっかりとこれは精査していかないといけないかなっていうのは思うところですね。人によっては税金だから、こういったことに使われるのはやるんじゃないとかいう方もいらっしゃるんだけど、しっかりとしていかないといけないかなって感じがします。旅行業界ではもともと薄利多売でやってるものでね、非常に利益率が低いです。その中でなかなかこのご時世になって厳しいものでね、それなのでそういったところに出すようなね、人々もいるのは事実なんだけど、これはやっぱりダメですよね。やっぱり示しつけていかないといけないのかなって感じはしますね。はい。なので、今後もね、とにかくね、思うんだよね。今オミクロン株が下がれてる中で、今後またどうなっていくのかなって、またちょっと遅れたんじゃないかなって感じはするんだけど、それがね、遅れれば遅れるほどやっぱり旅行会社、航空会社、宿泊業者ね、厳しいですね。国内に関しては感染者減ってればね、国内で宿泊業に関しては戻ってくるし、旅行業界とかに関してもね、国内であればね、少しは利益見込めるだろうけどね。でもやっぱり海外主体に置いてる旅行会社だか、もしくは航空会社だったら、やっぱ海外の方がね、路線の方が収益率高いですから、その意味では非常に厳しく、多くの方々がとにかく新型コロナの早期の収束を願っているのかなって感じがします。
ということで、厳しい冬の時代っていうのはね、続いてます。この旅行業界に関しては、やはりこういった疫病とか、もしくは戦争、紛争などがあると、なかなかね、うまくやっぱりその利益を得ていけないのもあってですね、非常に厳しい煽りを受けやすい業界だなっていうのはね、正直思うところですね。はい、とにかく、早期の収束をね、願ってるところです。